ジョン・リギンズは、米国聖公会から派遣されたプロテスタントの宣教師。チャニング・ウィリアムズと共に、日本における最初のプロテスタント宣教師とされている。ジョン・リギンズは、バージニア神学校の同級生でもある、チャニング・ウィリアムズと共に、中国で宣教を行っていたが、米国聖公会が、日本ミッションの開設を決定し、リギンズとウィリアムズが任命された。 リギンズは中国でマラリアに感染したり、ボートによって怪我をしたこともあり、その西洋を兼ねての来日でもあった。1859年5月、リギンズは長崎に到着した。ウィリアムズは同じく使い清信教師であったエドワード・サイルの家族の病気でリギンズより出発が遅れ、翌6月末に長崎に来日した。長崎に到着したリギンズは、 長崎奉行の要請で、早速、英語教師として8人の公式通訳を指導した。長崎奉行からは3部屋ある家を提供された。病気のため、帰国するまでの約半年間、長崎通事の教師として、毎週月、水、金の3日間、英語を教えた。また、中国から持参したり、取り寄せた、漢訳の聖書や科学書を、日本の知識階級に、 積極的に販売、販布する。その数は2ヶ月に150冊、半年余りで数千冊に及んだという。日本語学習のため、長崎の漢方委、笠戸淳節と深く交際した。さらに、長崎滞在中、ファミリアフレージズ・イン・イングリッシュ・アンド・ロマナイズド、ジャパニーズ、長崎、1860などを執筆した。これは明治になって、開大の上、再販。 参判され、日本の英語教育に有効な影響を与えた。リギンズについて、英語を学習した石橋スケジュールは、明治に入って横浜に移り、そこの英語書で、ブラウンと共に、日本人に英語を教え、英日大役語集英語線を、編集、出版している。1909年に、リギンズから数えた、プロテスタント宣教開始50年を祝って、 選挙開始50年記念会が開催された。1959年はプロテスタント選挙100周年を記念してエキメニカル派と福音派がそれぞれ別に記念集会を持った。福音派側は日本選挙100年記念聖書信仰運動大会を開催。150周年にあたる2009年はエキメニカル派、福音派、精霊派の3派が共同で、 日本プロテスタント選挙150周年記念大会を開催した。中村里氏、日本キリスト教選挙師命の言葉者、琉球王国で伝道活動した英国聖公会のバーナード・ジャンベッテルハイムを最初の選挙師とすることもある。日本で初めてとなるプロテスタント教会を作った。ザ・プロテスタントエビスコパルチャーチ・オブザ・ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ。 in, China and Japan, 1835-1870 with references, two Anglican and Protestant Missions, Ian Welch, College of Asia and the Pacific Australian, National University, 2013 A.B. 族幕末の洋博事情は瀬田大学リポジトリ杉本、ストム、ウィリアムズ主教の生涯と同志をめぐる人々6ページ、中村里氏、日本における、 福音派の歴史命の言葉者、小山玲治、クリスチャンの和解と一致地味気網出版、日本プロテスタント選挙150周年記念大会。ありがとうございます。